皆さんこんにちは、まゆです。皆さん待望の企画、過去の動画振り返ろう、そしてツッコもうのコーナーです。はい、まあ今日ね、早速見ていく、動画なんですけど、私がチャンネル登録者100人、今はもう5700人ぐらいいるんですけど、私だって登録者100人の時代がありました。そちらの方の動画見ていきたいと思います。祝チャンネル登録者100人っていう動画です。1638回再生されています。ということで見ていきたいと思います。はい、はい、それでは見ていきたいと思います。再生スタート。何この靴、うん、いやマジで暑いんだけど、白飛び半端ない。汗がすごい、もうほら照明ね、この時買ってない。汗がすごくて、いやでもちょっと今日、ね、この雰囲気と水の合わせ、台風の影響で、だから今回の動画はちょっと済ませるか。だんだん余裕が出てきましたね。はい、皆さんこんにちは。なんかこっち気になるけど、ここがやっぱりこの気になる。はい、皆さんこんにちは。TikToker の元男の子まゆでございます。この時 TikToker って言ってるね。この度 YouTube の方のチャンネル登録者数が100人を突破いたしました。自分で効果を作られるようになりました。まあね、TikTok の方が1万5000人超えて、 Twitter の方が400人超えたのかな。だから、まあ、それに比べるとちょっとね、 YouTube チャンネル登録者が今ではもうすごい増えちゃったね。まあ、皆さんね、どんどん登録していただきたいなというふうに思っております。 Twitter のフォロワーさんとか TikTok のフォロワーさんとか、私 YouTube 撮る機材がまだもう少し BGM も合わせとか、手持ちカメラとか、あ、こういう編集はめちゃめちゃいい。スマホで撮ってるんですよ、これ今。自分つくみたいな。画素も悪いし、画質も悪いし、ね、こうアングルが安定しないという。でもまだ可愛く映ろうと思って、ちょっと上から目線ですよね。上から目線違う。お金取ったらね、ちゃんと機材買って、パソコンも買って、編集にも力入れていきたいと思いますので。ここはカットでいいです。間違えちゃった。あ、後での気持ちでっていうところで入れるのはやっぱりカットしなくて。ごめんの方よろしくお願いします。あとこれまだだいぶ先の話なんですけど、チャンネル登録者1000人いったら、あの年齢制限付きの動画を出したいなというふうに思っております。っていうのは、あの私いろんな体験談を話したいんだけど、うん、あの何せやっぱり、ね、性の話になっちゃう時もあるから、うん、そうなるとやっぱ18歳未満には適さない動画になる可能性があるので、あの年齢制限付きの動画を出してないねにしなきゃいけないなっていうふうに思っております。年齢制限つけてないね。今の段階でそれをやってしまうと、ただでさえ見てくれる人が少ないのに、もっとこう絞られてしまう、限られてしまう。だから貪欲ですね、私って。1000人超えてからっていう、だって今でも再生数欲しいから、年齢制限つけてたんだ。じゃあ年齢制限付きのちょっとアダルティーなお話の体験談を皆様にお伝えできればなというふうに思っております。このぐらいの髪の長さいいね、私ね。だから早くそういうお話を聞きたいなというふうに。いきなりカメラ目線になりました。今までモニター見てたけど、他の方にこうチャンネル登録をしてもらうことを祈ってください。この右手が気になる、この右手が気になる、ね、バイミアとかしちゃうとね、ちょっといろいろ怖いんで。見バレしちゃいましたそんなんで YouTube やってんのかっていう感じだけど、でも、まあ、まだね、私バレたくない。助け、あのコツコツと頑張っていきたいと思います。なんだ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 、暑い。やっぱ手持ちカメラ腕が疲れてくるな
今一瞬ベッドも映っちゃったじゃないですか。そこは切って、はい、手持ちカメラ疲れるなって切って でまた新しく話し始めるときにつなげる、これが必要です。ということで、チャンネル登録者100人ありがとうございます。これからも応援の方よろしくお願いします。これからも200人300人とで、テロップがつく日はこういうふうに重要なことを言いたいときにテロップつけたり色つけたりすることを皆さんで祝っていきましょう。目指すは1000人、1000人超えたらみんなので、まだ BGM がお楽しみ動画が見れるからね。はい、今のところもカットすべき。今こう笑って画角からちょっと外れたようなところは絶対バツバツ切った方がいいです。よろしくお願いいたします。これ言ってみたかったんだよね。ここレイクルさんが流れてきちゃった。はい、ということで、またね、私の動画見ていきましたけど、100人ともなるとやっぱり余裕が違いますね。うん、だいぶ安定して、話も安定してきて、で編集で編集点を作れてるっていうところで、うん、でその雰囲気に合わさった BGM とかも選べて、うん、だけどちょっとカットするところが甘かったりだとか、うん、まだちょっと可愛く映ろうとしてたりだとか、もうちょいですね、まだまだ。はい、ということで、まあ、だいぶだんだんと成長してきてる眉を見れてますね。だんだん この頃の眉ちゃんがだんだんこうなっていく姿、皆さんも、楽しんでってください。どんどん成長していきます。3年前ですから、これ3年前の動画ですから。ということで、はい、私はこんなに成長しましたよってことで、私は元男の子会で天下取りたいなと思ってる元男の子インフルエンサーなので、ぜひチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。 Twitter、Instagram、TikTok やってます。ぜひフォローの方よろしくお願いします。概要欄にゲームチャンネルと謎のチャンネルがあるので、ぜひ見てみてねってことで、ワン、ツー、スリー、フォー、ファン、また明日。